はい、ありがとうございました。昭和44年の頃の歌なんですが、小さな日記という歌でした。山田ですね、愛する彼を冬に戻してしまって、そんな切ない歌でした。はい、私たちは県南から来ました、エスバルさんと言います。どうぞよろしくお願いいたします。次の曲はですね、千賀かほりさんの曲で、真夜中のギターを聴いてください。
曲で私たちの4曲終わるんですが、次の曲はですね、ゆきさおりさんの曲で夜明けのスキャットを弾いてください。この夜明けのスキャットもですね、海外でもうだいぶ数年前からね、有名になってまして、とても有名です。